どうもこんにちは。今回は2023年2月号に日本国内で売れた電気自動車の販売動向およびどの電気自動車が人気であったのか、そして世界の EV 販売動向と比較しながら2023年の日本国内の EV マーケット動向を予測していきたいと思います。まず今回の日本市場についてですが、2022年投資での電気自動車の販売台数は実に10万台を突破するという歴史上初めてのマイルストーンを達成しながら、2022年と比較しても実に倍以上の電気自動車を販売することに成功。さらに2022年中には国産輸入車メーカーに関わらず、さまざまな新型 EV が矢継ぎ早に投入されたことによって、特に2023年以降にまとまった販売台数にも期待可能。そしてこの2023年中についても期待の新型 EV が複数投入されることによって、果たして2023年については2022年をどれほど上回る販売台数を達成できるのかに大きな注目が集まっていたという背景があったのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、最新である2023年2月号の日本国内の電気自動車の販売動向であり、まずはじめにバッテリー EV と PHEV の販売台数の合計についてはズバリ1万2000台オーバーと1月の販売台数を超えて歴史上2番目の販売台数を達成するという快挙を達成。なんといっても前年同月と比較しても実に倍以上の成長を達成しているということから、やはり2023年についてもおおむね倍程度のスピードで順調に EV シフトが進んでいくものと推測することができると思います。他方で内燃機関車を含む全ての自動車販売全体に占める電気自動車の割合を表す電動化率という指標を比較してみると、ズバリ 3.48% 程度と、この通り12月に記録した 4% オーバーという電動化率からやや低下してしまっているように見える。こちらについては何といっても年度末ということから決算の関係で自動車の登録が集中する月でありながら、電気自動車に関してはその EV購入補助金の切り替わりのタイミングによって翌年の補助金を確実に申請しようとする動きもあったことで、毎年電動化率は微減する傾向よって、3月についても電動化率は同程度にとどまる見通しですが、4月以降についてはこれまでと同様に最大85万円という補助金を適用することができることも相まって、年末にかけて電動化率をさらに引き上げることにも期待可能。いずれにしても電動化率 5% という大台がついに見え始めてきているということなのです。ちなみにですが、電気自動車の中でも特にバッテリー EV のみに絞った販売台数を見てみると実に8777台と、実は日本国内の EV マーケットというのはバッテリー EV が7割程度のシェアを占めるというバッテリー EV 中心のマーケット。確かに2023年については新型プリウスの PHEV バージョンの納車が本格化をはじめ、 PHEV の販売比率も一定の高まりを見せるでしょうが、それでもバッテリー EV がマジョリティを占める可能性が高いということ、そしておおむね2025年以降については多くの主要メーカーが PHEV よりもバッテリー EV のラインナップ拡充にコミットするということ、これらの点を総合するとこの日本国内のバッテリー EV 中心の動向というのは今後も変わることはないだろうということですね。その一方でこちらのグラフが2020年からの月単位ベースでのバッテリー EV 比率の変遷を自動車大国である中国、ドイツ、そして我々日本という3カ国において比較しているわけですが、2020年初頭においては実はどこも電動化率で大差がなかったものの、2022年末については中国もドイツも 30% を超えるバッテリー EV 比率を達成しながら、日本市場については 3% 程度という低成長率にとどまってしまっている。そして最長期の2月とについても最新のデータは未公表ながら、ドイツは 15% 程度、中国市場も 20% 程度のシェア率を達成する見込みであることから、やはり日本市場は大きく差をつけられてしまった。失われた30年ならぬ国内 EV マーケットの失われた3年間を本当に取り戻すことができるのか、2023年シーズンについてもわずかに期待しながら注目していきたいとは思います。それではこの2023年2月号においてどの電気自動車がよく売れたのかを見ていきたいと思いますが、まずは何といってもバッテリー EV の合計販売台数のうちなんと4割以上を占めてしまっている圧倒的王者の日産サクラが4000台オーバーという販売台数を達成。すでに2月末の段階で2023年は1万台に迫る販売台数を達成しているとイメージしていただければ、まさにサクラがなぜ急速に街中で見かけるようになってきたのかの理由を容易にイメージできると思います。また長らく日本の電動化を率いてきた日産リーフに関してですが、ズバリ1254台と、実は2017年以降フルモデルチェンジを果たしていない車両とは思えないほど一定の販売台数を堅持することができているわけであり、確かに数年前と比較して倍程度にも跳ね上がった EV 購入補助金の後押しもあるでしょうが、それでもやはり電気自動車を購入してみようと思ったらまずは日産リーフを検討するというその EV としてのブランド
動力の高さがこのモデル末期の販売台数の安定性に結びついていることは間違いない。やはりこれは堅実に販売を続けてきた日産の強みであるとも言えそうであるということなのです。次に日産に次いで日本の EV シフトを牽引しているテスラ社に関してですが、ズバリ792台という販売台数を達成。テスラについては各四半期の最終月に納車を集中させるという戦略を採用していることから、四半期の真ん中に該当する2月に800台近い販売台数を達成できたということは極めて良い結果のように見えるわけですが、問題はこの四半期ごとの販売台数の変遷を示したグラフを見てみると、この通り直近の2022年第4四半期の2500台近い累計販売台数にはいくら3月度にスパートをかけたとしても遠く及ぶことがないわけであり、しかもその上前年同四半期である2022年第1四半期の累計販売台数が1423台であったことを踏まえると、この直近の3月度だけで600台以上の販売台数を達成しなければ前年同四半期の販売台数すら超えることができない。テスラが年率 40% の成長を遂げていることを踏まえると、やはり2月時点においては成長率ベースでも日本がかなり劣っている。要するに日本でテスラが相対的に売れていないことを示すということなのです。したがってこの2023年シーズンにおけるテスラの販売動向については、まずはこの3月中の販売台数が600台を大きく超えて前年同四半期の累計販売台数をどれほど超えることができたのか、そして特に年始の大幅値下げによる納車が集中するだろう4月から6月中の第2四半期の販売台数がどれほど達成することができるのか、テスラ史上最高の2500台オーバーという累計台数を超えることはできたのか、もし超えてくるのであればまさにテスラの大幅値下げが功を奏したことを意味しますし、逆に第一四半期の販売台数と対して変わらないのであれば、やはり日本国内に関してはテスラが今後も苦戦を強いられることになるということですね。またそのテスラ以外の輸入車メーカーのバッテリー EV 販売台数についてですが、2月度は1000台弱と実はテスラよりも販売台数が多い。要するに2月についてはテスラよりも多くの輸入メーカー製 EV が日本を走り始めたことになったわけであり、実際に私が住む埼玉県内においても特に BMW iX、メルセデス EQA などは充電スポットにおいてもたびたび見かけるようになってきていますし、野生のメルセデス EQE だったりポルシェタイカンなどもようやく発見することに成功。なんと輸入車メーカー枠だけでのバッテリー EV 比率はすでに日本においても 8.2%、 10台に1台近くがバッテリー EV となってしまっている。いずれにしてもテスラだけではなくそれ以外の輸入車メーカー勢の EV も順調に販売台数を伸ばすことに成功しているということなのです。そして日産のフラグシップ EV であるアリアに関してですが、2月度に関しては186台と1月に記録した400台オーバーという販売台数から半分以下にまで落ち込んでしまったわけで、実は直近のロイターによる記事によってアリアの生産が遅れている原因としてその塗装工程におけるボトルネックを解消しきれていないという問題が指摘されているわけで、実は本チャンネルについては複数のリーク情報によってその塗装工程の問題をかなり前から聞いてはいたのですが、なんと2023年に突入してもなおその問題解決には至らず、もはや2023年シーズンについても断続的に生産調整を行うという事態にまで発展する可能性もあるそうですから、アリアについては2023年以降についても満足に販売することができなそうであるということなのです。ちなみにこちらが日産アリアのマーケット別の販売台数となっているわけですが、この通り1月については北米で販売台数が急増していることから、おそらくその影響で欧州に対する出荷が少なくなってしまったと推測可能。いずれにしても北米と欧州への優先割り当てによって我々日本市場への割り当ては2023年シーズンも大きく増えることはないと考えられますが、最も深刻な問題を抱えていると考えられるのが EV 先進国の中国市場。1月についてはなんと67台という衝撃の低水準を記録してしまったことが理由なのか、現在アリアについては日本円で100万円規模での大幅値下げを断行中。 EV 先進国の中国市場では全く売れず、頼みの欧米市場に関しても生産調整によって満足な供給体制を構築できていない。しまいには日本国内のアリアの納車待ちオーナーの不満がさらに高まってしまっているという日産アリア、そして日産の電動化に関する厳しい現実が浮き彫りとなってきている
ということなのです。最後に2023年注目の中間勢の動向として、まずヒョンデアイオニック5についてはズバリ70台という販売台数を記録しながら、ついに正式な発売がスタートした BYD についてもズバリ37台とある程度まとまった台数を記録。一方でアイオニック5については発表から1年が経過したことによって2023年は厳しい戦いになると推測可能ですし、 BYD についても AT3 の正式納車スタートは3月中であることから、3月以降の販売台数に注目しなければならない。ヒョンデについてはすぐにでもコナエレクトリックを筆頭として新型 EV を投入していきたいでしょうし、 BYD についても2023年おすすめ EV 筆頭のドルフィンを最速で導入することに期待したい。いずれにしても2023年の国内 EV シフト動向については2022年に引き続いて順調に推移していくものと推測可能な一方で、日本メーカー勢からは新型 EV はほとんど発売されない。しかしながら欧州メーカーだけではなく中間勢についても新型 EV を矢継ぎ早に投入してくることから、電気自動車を購入するのであれば国産ではなく海外メーカー勢をおすすめしたいなんて世界線にならないように、すぐにでも国内の EV 展開を加速させていただきたいと改めて感じることもできるということですね。いってらっしゃい。